はい、どうも、うずです。ちょっと久しぶりに音の話題をいきたいと思います。はい、ウォークマンの話題に触れたいと思います。まあ今時の音楽プレイヤーっていったら実際いろいろあるわけですよ。まあスマートフォンだったり、ちょっとした大きめなね、ファブレット、昔うずさんが使ってた iPod ナノ第2世代モデルかな、これね、最近うずさんがよく使ってるウォークマン、 Android タイプの音はまあいいやつね、Z シリーズで、今回取り上げる話題は、こちらウォークマンの話題になります。で、今日の話題というのはウォークマンの A シリーズっていうのが復活するという形で、この間ね、海外のソニーの発表会で紹介されてました。ウォークマン A シリーズで、ウォークマンってね、 iPod と同じようにウォークマンも種類がいろいろ出てるんですよ、今まで。で、大体記号で表されるんですけど、 S シリーズ、 E シリーズ、 F シリーズ、Z シリーズ、 A シリーズ、まあ他もあったかなあるよね、いろいろあるんですけど、その中で特に音がいいっていうことで人気があったのがウォークマン A シリーズなんです。ただそのウォークマンの A シリーズというのが、うずさんがこれね譲り受けた、Z シリーズ、これ初代だからちょうどこれか、これとちょっと被ってあったんですけど、 Android のウォークマン Z が登場することによって A シリーズ1回終わってしまったんですよ。なくなっちゃったの。まあ、写真だけちょっと載せとこうかな。ウォークマン A シリーズの最後で、今メインで音がいいと言われてるウォークマンが、F シリーズ、普及型のウォークマンではかなりいい音で買えるレベルのウォークマンかな。で、ウォークマンの中の最上位は ZX-1 っていうのがあるんですけど、ハイレゾ音源完全に対応しててね、デジタルアンプもいいのを入れてるモデルがあるんですけど、あれはもう7万とかいくからね、ちょっと論外っていう価格なんですけどね。で、今回その出てくるウォークマンの A シリーズ、新しくリニューアルされたやつが何が魅力的なのかっていうのが、お値段はねそれなりにまあ高いんですけど、 ZX-1 まではいかないで、それでいて音がよくシンプルな作り、一番のポイントになるのが、ここ最近ソニーのウォークマンって Android OS を使ってるんですよ。で、うずさんが使ってる、これ音がいいから使ってるんですけど、ウォークマンの Z シリーズも Android なんですよ。ウォークマン Z は最初ね面白いからね、アプリを何個か入れて併用して使ってたんですけど、最近はもう初期化一回して、あのウォークマンとしてしか使ってないです。なんでかっていうと、まあ最近の Android 端末は全然問題ないんですけど、このウォークマン Z って動きがねすごいもっさりしてるんですよ。まあハードウェア上の問題かもしれないんですけど、それなので音楽を聴くのには本当最高の端末なので、ウォークマン専用機として使ってます。だからウォークマンはね Android じゃなくていいかなってうずさんは思ってるんですよ。ただ最近 F シリーズも触ったんですけど、 F シリーズはすごい快適に動くから何とも言えないんですけどね。で、しかもあのウォークマン A シリーズ、前回のモデルでもすごいねタッチパネルが採用されてて、ソニーの独自 OS なんですけど、すごい操作性が良かったんですよ。で、音もいい。音楽を聴くには A シリーズは本当最高だと思うんですよね。で、特に今回のウォークマンの A シリーズ、まあ名称変わるかもしれないんですけど、 A の17、15っていう風に出ていて、まあ容量の方の違いになるみたいなんですけど、あの両モデルとも 2.2 型の、液晶を搭載していて、タッチパネルではないということです、今回は。で、ハイレゾ再生にはもちろん対応していて、 WMA などの非ハイレゾ音源もアップスケーリングによってハイレゾ化の上再生しますということで、ハイレゾ音源でないものもあのアップスケーリングっていう技術を利用してあの音を良くしてくれるみたいです。で、 Bluetooth の方ももちろん採用してくれていて、 NFC も対応してます。バッテリーの持ちが MP3 再生時で50時間、ハイレゾ再生で30時間、バッテリーの方もね容量は大きくないんだけど消耗はそんなに多くないみたいです。発売時期は今の時点だと A15 が欧州だと10月で、 A17 が9月下旬予想っていうことで、日本の発表はまだないんですけど、まあ、おそらく日本でも同じぐらい、まあ年末のね冬の商戦必ずウォークマン絡んでくるので出てくると思います。いい音で小型音楽プレイヤーで聴きたいって方はウォークマン A シリーズチェックしとくといいかもしれないですね。ということで、今回はちょっと先走った情報になるんですけど、ウォークマンの A シリーズが再び復活ということで、ちょっと期待できるかなっていう動画になりました、ではまた別の動画でバイバイ。でね、やっぱり音楽を聴こうと思うと、ポータブルプレイヤーの場合はうずさんもやっぱり常にねウォークマン選んじゃう。あの iPhone 常に肌身離さず持ってるんだけど、まあ、贅沢なんだけどね、音をいい音で聞きたいっていうことで、やっぱりウォークマン常に使ってしまうので、あのウォークマンの A シリーズ、うずさんも楽しみにしてます。まあ、うずさん買わんけどね。これあるからね。